ストロークからやります？あのストロークって何を使ってやっていいのか、はい、ストロークね、いろいろあるんですよ。じゃあストロークいきましょう、うん、じゃあまず C を押さえてみましょう。C やだ、 D で練習してた。やばい、マインドがやっぱバイオリンの人だな。あのね、D とか、からと D と G と A と E マイナーとか、まあ、ギタリストも実はあのC のキーよりも D のキーの方がやりやすいんですよ。でもね、 D だと実はそのここがルートなんで、4弦がルートなんで、あの5弦はまあ一応5度なんですけど、まあ、ローインターバルのところに5度がいっちゃうっていうことと、さらに6弦はもう完全にアウトの音になってしまうので、うん、ここを弾くとちょっとコードとしては濁ってしまう。それだったらまあ G の方がいいかな。ないしは E とか、うん、E マイナーやった。 E マイナーちょっと暗くなります。皆さん気持ちがちょっと暗くなります。マイナーコードでいきます。あ、 E マイナーね、はい、 E マイナーで、この E マイナーじゃあ使ってやってみたいと思うんですけども、はい、まず親指で、はい、この時って手は固定するんですか？その手は固定しないですね、はあ、で基本的にストロークっていうのはこういう方向に、これね、パッティングもそうなんですけど、こう水を切るっていうか、その、要は手首ってこうはすごく動くんですよ。動くんですよ。横ってね、実はあんまりね、うん、ないんですよね。なんかダーツを投げるようなイメージなのかな。僕別にダーツ全然うまくないんですけど、この動きなんですよ。で、この動きでこの横の手首でブランブランできるようなイメージなんですよ。この状態で。このもう脱力した状態で、それが遠心力でこうやって振り子みたいになってるの分かります？今これ、うんうん、これ固めるとどうなるか、こうなります。で振り、力抜くとこうなります。この振った時に遠心力でこう先こうなって、この瞬間ヒュンコン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 みたいな、ホン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 、そのイメージでこうまっすぐこの人たちと弦と平行にこうやって動くようなイメージ、このイメージで親指を弦に振りさせる。親指なんだ。いや、まず今親指をしてみます。いいですよ、とても、はい、親指のこの辺の肉が弦に当たってるイメージですね。ってなってるのは何の原因でしたっけ？ここ、はい、その通りでございます。全くなってないです、今ビート、はい、マジック1はサウンドホールの上じゃなくていい、まあ、これあの実はその手の長さとか、うん、あのギターの大きさとかによって違うんですけど、まあ、本当に自然にここの角のここに肘を乗っけてる状態の、この自然にこう触れる状態で、この自然な形で伸びている先のところへ、これがまず基本。じゃあ私だとちょっとやっぱりこの辺に来ちゃうのはいいんだ、うん、いいんです、ギターが小さいから当然なんです。はい、はい、それでいいです、とってもいいです。で、これっていうのは視点がここにあってこう動いてるから、まあ、円を描いてるとこのぐらいの距離でいけるじゃないですか。ほぼ最短距離なんです。実は理論的には一番最短距離はこうなんですね。あ、ここにあれば、ここにあればこう円を描いたときに一番最短ですよね。最も直線に近い円を描くので一番短い時間でいくから、一番これが合理的なカッティングの位置、カッティングだったりストロークの位置、要するに一個にまとまって聞こえる位置になるんですけど、あのこんな風にこうやって前に出してね、こんな風にやるわけにいかないので、まあ一番近いとこっていうことで自然な範囲ということでこの位置に。そうするとこういう感じのイメージに、はい、いいですよ、とっても。そしたら今度人差し指でこう、はい、こういう動きに近いですね。とってもいいです、とってもいいです。はい、これがねストロークのまず基本になります、ね、他にも例えばまあのスチール弦とかのカッティングに近いような、まあ、こういうのやるときとかにはこういう爪をこう当てるような弾き方だったり、まあ、ないしはこう人差し指でこうやって弾く弾き方だったりとか、まあ、とかね、こういうのとか、あとこう親指のこのここでこうやって弾くとか、いろんなのがあるんですけど、
基本まずこのこれでいいと思います。親指と人差し指で弾いてるみたいな。はい、これでジャンジャジャンジャジャジャタンタタンタタタをやってみましょうか。で、この時にタンタタンタタタタンタタンタタタってずっとアップタンアップタンアップタン、あ、違う違う、ダウンアップ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 ってやらなきゃいけないんですよ。そうするとどうなるかっていうと、タンタタウタタタってなるわけですね。で、この空振ってる時ってどうしてんの、なんで鳴ってるのと鳴らないのあるのって言ったら、ここの視点から少しこうやって、要はあの針に、レコードの針を置くようなイメージでこっちにこう叩いてたら触れる、だけどちょっと浮かせると触れないっていうのをコントロールして、ターンってなった時は空振って、まず最初はダウンだけターンターンターン、そうです、そうです、自然とできてます、とってもいいですね。そしたら今度タンタタタンタタタンタタタンですね。そしたら今度はタンタタンタタタやってみましょうか。せーの、タンタタンタタタ、バッチリ、さすがっすね。はい、はい、とってもいいですね。あの人のままに、2マイナーために、5弦3フレット、4弦2フレット、そして1弦に1フレットという形で、5弦3フレットは薬指。あれ、はい、1、2、3、4、5、5弦3フレットが、はい、そうですね、そこが、はい、それを薬指で押さえましょう。はい、今度はミを押さえます。4弦の2フレット、はい、で、相が開放弦で2弦の1フレットに等が、はい、1弦は一応、まあ、もう1回3度ということになるので、まあ、ちょっとサードくどいですけど、まあ一応こういう形で、はい、6弦は弾かないようにしなきゃいけない。そうですね、6弦を弾くと、まあ、3度がローに来るっていうことなんで、うん、かなりあのやばい音になります。はい、まあやばい、やばくもないんですけど、まあ一応ね、3度なんてマスの世界で重複するだけで怒られますからね。これは、はい、なんとなくストロークの時にここは触れないようにするっていうことなんですか。はい、で、ここなんですけど、それって結構めんどくさいじゃないですか。で、僕も実際本当に正確に5弦からだけ触れるようにやれって言われたら絶対自信ないんですよ。じゃあどんなズルをするかっていうと、いろんなズルがある。ネックが細いエレキギターやアコースティックギターを持ってる人はアメリカングリップというやり方で、こういうふうに親指を出して握り込むことで出なくするっていうのがあります。ただネックが、そう、比較的しっかり太いクラシックギターの世界では、まあ、この演奏方法っていうのはあまりやらなくて、じゃあどうするのかっていうと、薬指をちょっと奥めに置いて、そう、出なくするんです。こうすると、まあ、万が一当たっても厳密には鳴ってるんですけど、まあそんなに気にならない状態でできる。まあ、いろんな方法ありますけど、一番それがオーソドックスで、その形を使って、で、今6弦も触れてますけれども、ほとんど6弦が鳴ってないので、しっかり動画下に来てるようなイメージになってますよ。で、Dですね。で、Dの時は4弦からなんですよ。で、5弦万が一じゃっても5度なので、まあ大丈夫だろうということにしながらも、ちょっとだけこういうストロークしてる中で、ちょっと上からこう下に少しだけ向かってるようなイメージ、そうです、こう斜めになってるような感じですね、ちょっとだけ。そうすると4弦だけを弾くから上だけを弾いてるイメージになるので、それが D の弾き方ですね。で、また G に戻って、尋ねるかしら、しっかり Em から、で、Em から C ってコツがあります。Em を押さえてください、もう一回。はい、この状態で中指は離さない。はい。で、この時にいち早くコードチェンジするには、この2つがほぼ同時にこうやって押さえられる練習が、はい、それですね。Em からフォーリングと。結構この
距離がちょっとありますよね。でこれも結局ここの手首の距離と角度なんですよ。うわ、親指の位置と親指が実は前に出せ、まあ、さっきの辛いって言ってたんですけど、実はこの手首を出せば出すほど人差し指と小指ってこうやって開くんですよ。でこれをこっちに握ると握るほど全然伸びない、あの人差し小指が伸びなくなるんですよ、ね、だからこうやって握っちゃってると、こうやってくっついちゃってると、こうやってくっついちゃってるともうここまでしか手伸びない。だけどこう伸ばしてってあげるとこんな伸びるようになるわけですね。この違いっていうのはすごくあるので、まあ、そういう意味でもあの親指っていうのはほぼもうネックの真ん中です。真ん中よりちょっと上か真ん中か、もう場合によってはこのぐらいになることもある。このぐらいの位置でこうやって反った状態でここにこうやってくっついてるのがほとんどなんですね、イメージとしては。押さえてるときっていうのはこういうこと。そうですね、そういうことです、そういうことです。とってもいいです、はい。あ、これでミュートするの。いいですよ。こうやってわざとこうやってやりましたけど、まあもちろんこれでもいいんですけど、こっちより実はこうやった方がジャン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 って感じが出やすいので、でまたタン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 ですね。ジャン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 。そうです。で、また G ですね。次のレッスンはアルペジオに行きたいと思います。はい、アルペジオに行きたいと思いますね。はい、ちょっと一回チューニングしていいですか。チューニングしましょう。チューニングいいの、こんなに立て続けにやってもらって、はい、めっちゃ楽しいんだけど、はい、いいじゃないですか。すごい超楽しい。すげえスパルタだな、これひでえなこれ。しかもさ、コードの説明さ一切してないよね。個人レッスンはこんなにひどくないです。ちゃんと本当にどんな方でも分かるようにすごく丁寧に教えますので、どうかこの動画を見てですね、勘違いしてですね、加藤さんは本当に教える気がない人だと思わないでお付き合いいただければ幸いと思います。じゃあ次はアルペジオやりたいと思います。